昨日、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は、愛知県で4690人、岐阜県で612人、三重県で675人でした。依然として感染者が多い状態が続いています。こうした中、愛知県の大村知事は今朝の会見で、 えー、3000といっても、それでもですねそんな数字が毎日毎日続けば、ですね当然、入院患者さんでできますし、重篤化する方も出てきますので、急速に改善されるということにはならない。強い警戒感を示したのは、新規感染者の高止まりによる医療の逼迫について。 第6波で感染者の入院が急増したことを受け、愛知県は先週月曜、新型コロナ病床をさらに増やすよう医療機関に要請し、全体で1888床を確保していました。しかし、その後も感染者の高止まりは続き、入院患者は昨日時点で1322人に上り、病床の増加後、病床使用率が再び7割に達しました。 大村知事はコロナ病床がさらに増加した場合、一般の医療が制限され、医療体制に影響が出ることが懸念されるとして、当面は現状の病床数で対応していく考えを示しました。